はい、おはようございます。今日はトクスコハンの色襦袢、今日もですねグレイと北谷さんの手ぬぐい入りと、こちらの心屋さんで買わせていただいた、お仕立てしていただいた、綿の蘭紅梅の生地ですね。はい、浴衣生地、浴衣なんですけど、ここわかるかな、こういう勾配がランダムになってますね。ここ分かりやすいですね。この太い糸がすごく少ないので、この薄いところがめっちゃ薄いので、木綿なんですけどめちゃめちゃ涼しいんですよ。で、まあ浴衣ってあんまり意識当てつけないんですけど、さらっと着たいので、さすがにね、これはちょっと薄いと思って意識当てつけていただいた、着物でございます。はい、そういうのあるよね。洗って着てみて、あ、これはやばいみたいなね。そういうのはあると思いますね。私もね、ずっと立って仕事してた時はあんまりお尻出なかったんですけど、もう最近もう現場に出ないので、家にいることが多いとどうしても座ってることが多いので、そうするとね、引ける場所が変わってきますね。前は裾ばっかり引けたんですけど、今はお尻の方が気をつけなきゃいけない感じかな。年齢によって変わってくるんかなと思いますね。やっぱ子供が小さい時はね、一緒に走り回って追っかけてあげたりとかしてね、遊んであげたりしたんで、まあ裾泥だらけになったし、まあウールだったんで汚れもつきにくかったし、ちょうど冬とかは良かったんですけど、本当にね、年齢によって着方が変わってきて、履物の好みもまた変わってきますね。もうガツガツ急いで歩く必要がなくなってきて、ゆっくり歩くようになってきた時にまた違う履物に変わっていったりとか、いろいろあるなと思いますね。その時の体力と体の状態と、あと自分がどう動かなきゃいけないかで、洋服もさ、ほらズック履いてる時が多い時代とさ、ヒールとかが主な時代とあるじゃない。まあ、制服で着なきゃいけないのは話が別だけどね。そういうのと一緒なんじゃないかなと思いますね。下駄とか草履とかいろいろありますけど、その時よりに合わせてっていう感じで、洋服にも特に女性はいろんな履物の選択肢がありますけど、着物にもあるんですよね。で、草履でも素材が違うと履き心地が全然違いますし、持ちも違います。ウレタン草履だったら柔らかいけど、砂利道とかね、ちょっと歩くと欠けてしまうと、もうボロボロと欠けてしまったりとか、湿気あるところだとね、バラバラになっちゃったりとかっていう欠点もあるけれども、クッション性があって一番安いお手頃なのはウレタン草履。あと柄が可愛いっていうのもウレタン草履ですね。だから仕事で室内で走り回ってた時、ウレタン草履を一番私愛用してた時期ですね。うん、そんなんもありましたしね。あとはもう本当に突然息子と歩いてたら、もうなんか一緒になって水遊びしなきゃいけなくなっちゃうよみたいな時期とかだったら、もう下駄で素足っていうのが一番子供と同じタイミングで裸足になれるので楽でしたね。まあ、そうやっていろいろ変わってきますよ。で、まあそんなのも必要なくなって、自分のペースで歩けるようになって、でもな、足もちょっとだるいなとかね、知り合いも増えて、街に出れば立ち話することも増えてってなるとね、ずっと立っとっても楽なやつって言ってね、クッション性のしっかりある岩佐さんの草履とかが良くなるわけで、ガシガシ歩くんだったら外を歩くことが増えると、カレンブロッソとかの方がいいわけで、
すごくいいものっていうのは世の中にいっぱいあるんですけれども、その時の自分のねライフスタイルに、生活のこのなんていうのかな、流れに合うものを、見極めていくと割に快適に暮らせます。なんで下駄だけ草履だけじゃないんで、あの和の履物っていうのは草履も下駄もやっぱりなんていうのかな、それぞれ履き心地が違うんですよね。うん、私は駿河下駄も持ってますし、会津下駄も持ってますし、あともう名もない切り下駄も持っているんですけれども、それぞれ履き心地がやっぱりクッション性が違うのでちょっと違ってて、黒沢さんの会津下駄はすごくあの下のゴム素材が強いので下駄と思えぬクッション性なんですけどねはい。で今日はこちらですね。はい、会津、会津の話してたね。会津木綿の古今堂さんの半幅帯のこちらの緑側を使いたいと思います。はい、そうなんですよね。でもねすごく軽いのが欲しいって言ったら、あの逆にクッション性はあるけれども本当に軽く作られてるあの駿河下駄とか、ひとりさんのねあの糸編の町でおなじみの可愛い下駄を作ってくれる、絵が可愛いんですよね。いろいろあります、本当にあの下駄とか草履とか、特に下駄はものすごくなんか細かくいろんな人たちが作られてて、私も把握が全然できてないですけど、いろいろありますね。私はね最初に下駄にハマったのは小学校5、6年だったと思うな。なんかね、学校の美術の図工って言ったらいいのかな、課題で、小学校5、6年かな、中学かな、中1かな、どっかそこら辺でね、下駄を作るのがあったんですよ。でね、鼻緒とかは、なんか業者の人がしてくれたんだと思うんですけど、絵付け？白い、霧の下駄に絵付けをするっていう授業がありまして、でそれが2枚下駄だったんですよね。すごく履き心地が良くてずっと履いてたら、母親にこうもう2枚下駄で自転車漕ぐのだけはやめてってめっちゃ注意されたんですけど、それでね、なんかあまりにも危なっかしいからって言って履くの禁止にされてしまいまして、その後その下駄はどこ行ったかわからなくなったんですけど、すごい気に入ってましたね。せめて着物が着れないなら、せめて足元だけでもっていうのはあるよね。うちの息子もずっと下駄でしたけど、ウコン下駄ですね。あの2枚下駄だとちょっとやっぱり危ないなっていうのがあったので、でも本当はね2枚下駄すごい歩きやすいんですよね。軽いし、あの足なんだろう、足首がね伸びて気持ちいいんですよね。実はいいストレッチ効果があるので、まあ健康のために一足本当は欲しいなとは思ってるんですけれどもね。まあまたあのその時が来たらって感じかな。今はちょっと違うかな。ね、二枚下駄なんかでお散歩とかしたらすごくあのこう足の裏側がいい感じになるよね。私はね着物を着出して最初の頃真冬からスタートなのに下駄でだったんです。足元はずっと、で当時なんかもうウレタンの草履はなんかあの
高級呉服屋さんとかのお客さん引くために安く売ってるのはあったんだけど、なんかすごいおばさんみたいなのしかなくって、なんていうのかな、高級に見える安物みたいな体で売られてて、なんかちりめんとかもすっごい安っぽくてダッサッと思って、色とかも中途半端なクリーミーな色でダサいと思って、こんなの嫌だわと思って買わなかったんですよね。で、当時ネットで切り下駄を探して、下駄屋さんが唯一あって、当時って私20代の終わりだから、もう今どんなサイトかも覚えてないんですけど、そこで何足か買ったんですけど、1足1000円ぐらいでした当時。そういう1000円とか2000円、3980円がマックスかなぐらいの、そういうので何足か買って、それをもう潰したって感じかな。今もありますけどね、あのウレタン、仕事で使ってたウレタン草履は全部破壊されてダメになったけど、切り下駄はそんなことないですね。あの中な裏に石とか刺さってますけど、まあ、それが逆になんていうのかな、木が削れなくなる、あのストッパーみたいになるので、そのまんま石、あの邪魔じゃなきゃ刺したまんまにしてますね。で、もう本体まで削れてるのもあるけど、あのウッドデッキ用のサンダルみたいな感じの下駄に使ってたりしてますね。はい。あとはまあ今はないですけど、前はね、あの急遽着物着てみたいとかっていうね、あのバイトの子とかいると、そういう時にね、急遽下駄は貸してあげたりしてたり、そういうので便利に使っておりましたね。はい、未だに大事に取ってあります。はい、今日はこんな感じでございます。すっきりと、有彩色でもすっきりとという感じで、はい、後ろこんな感じで、ちょっとこのね、差し色の黄色がね、このからし色が着物のからしとかぶっていいですね。こっち側だとほんとからしがすごくね、目立つんですよね。こっちだとここにも、まあ、からしがここにもあるんですけどね、からしがポイントになってるように作ってくださいましたね。こことかね、ここでしょ、こっちもほらピッてからしが入ってる。私が多分からし色がすごく肌に合う色だから、ちょうどいい感じになってますね。ここもここもからしですし、ここもね、からし色、後ろの襟かっこいいなって毎回思う。ここのね、ここあえてここ無地着てる方のね、黒の無地のとことね、かっこいいなと思いますね。ここで絵が反転してるんですけどね、上手に柄を出してくださっております。はい、今日は、浴衣を着物として襟をつけて着ております。はい、白地の浴衣でもこうやってね、あのしっかり楽しく着ることできますので、なんだろう、あんまり気にしないで、着ればいいんじゃないかなと思いますね。そうですね、まああの肌が完全に見えてるわけでもないので、多少透けようが、まあ、捨ててこが透けてようが、ほんとね、タンクトップの人より見えてないんで、別にいいんじゃないかなって、衣服として間違っちゃないからいいんじゃないのって、露出もしないしと思いますね。はい、まあ、日本のね、このあのあれですよね、本当にあの文化ですよね、もう肌をあんまり見せないっていうのはね、なんかこうずっとこうなんていうのかな、歴代たどっていってもあんまり露出、そのなんていうの、原始時代とかじゃないんで、あんまり露出したあの民族衣装っていうのがちゃんと確立されてないというか、基本的にちゃんと皮膚を隠すという、高温多湿の国だからと思うんですけどね。寒いところもあれば暑いところもあるけど、湿度が高かったりとかするので、そうするとなんか肌が出てる方がね、あの肌がこう塞がっちゃうので、こうあの汗吸ってくれる布をかぶしておいた方が楽だったのかな、よくわかんないけどね、そう思いますね。はい、今日はですね、北谷さんの手ぬぐい半襟と古今堂さんの帯ですね、これは会津木綿でございます。そして心屋さんの
浴衣は蘭紅梅、はい、蘭紅梅。これよく浴衣の生地で見ますので、今の時期なら触りやすいので、皆さんもぜひ、ちょっと店頭で確認してみてください。いろんな浴衣があるんですけど、よく見ると紅梅織だったり蘭紅梅だったり、いろいろあるんですよ。ただの平織りの面コマの生地ばっかりじゃないんですよね。なんかただの平織りの生地でもコマばっかりでもないので、総理とかもいろいろあるので、よく見てみてください。それなりにすべて、いいとこ悪いとこあるので、自分の好みが分かると楽しいかなと思いますね。それでね、おあつらえになるとおあつらえのそれなりの金額がかかるので、自分の好きだなとか、自分がこれ着たいなっていう生地と、これ柄がいいなっていう柄とが合致した時に購入されると、末永く楽しめる着物浴衣になると思いますね。はい。で、帯締めが、からしの夏の帯締めですね。もうこれ大体使ってるね、夏場で。足元が、緑で、まあ、これは恵比寿旅さんの桃型の旅です。本当は梅なので、ちょっと横幅が広くなっております。帯と合わせたのね、緑。はい。で、かんざしが松本手まりかんざしと、ワムーさんのシュシュですね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。今日ね、足元トンボ柄の足袋なんですけど、下駄にもよくトンボ柄の鼻緒っていうのは使われるんですよね。で、まあ、トンボっていうのは縁起がいいっていうので、よく着物では使われるんですけど、やっぱり、秋入り口になるとトンボが見えて、夏が終わってくるんだなっていう、なんていうのかな、涼しい風が来る、ちょっと来る頃にトンボが見えるっていうので、夏のものにトンボっていうのが結構ね、重宝されるというか、連想して涼しげに見えるものを夏場身につけることが着物は多いので、でもそれなんだろう、分かんない、難しいっていう話じゃなくて、単純に着物の季節感っていうのは一個前を連想させるものをつけるのが基本なんですけど、基本的にはね。でそれがしなきゃいけないとかじゃなくって、次の季節を思わせてもらえると、なんだろう、隣の芝生は青いじゃないけど、秋になったらなったで台風も多いし、たまに暑い時もあるし、もうちょっと涼しくなって、もう早く雪降ってほしいわとか思ったりもするんだけど、でも夏にいると早く涼しくなってほしいなって次の季節を思うと、気持ちだけでも脳の中でもイメージができて、ちょっと涼しい風を思い出すんですよね。なので不愉快な夏、ジメジメした感じをね、少し軽減する気持ちが持っていけるっていうのがあって、なんていうのかな、そういうもんなんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱ1月過ぎると梅とか桜の柄のつけたくなるな、特にって思うのは、その季節柄とかそういうのではなくって、やっぱり暖かさを思い出して、ちょっと今の辛さを軽減するっていうのを、まあ知恵なんじゃないかなと思いますね、季節の取り方っていうのはね。なんでこう、夏は特に、なんていうのかな、春で夏のものって言ったら、なんかちょっとなんか別にそんなに急がなくてもって感じはあるけど、夏になると本当に秋、暑いの辛いなとか思うと、秋の涼しいのが恋しいなってなってくると、秋のものをちょっと取り入れたいなって思ってくるので、一番なんか取り入れやすい気がする。うん、ちょっと前の季節のものを取り入れるっていう感覚をつかみやすい感じがしますね。そう思います。はい。
ふとトンボ柄で思いました。はい、まあそうでもなくてもトンボ柄はいつでも使えるんですけどね。うん、私が着物始めたなりの頃は、そのトンボ柄はまあ夏場の使う柄で、ウサギは秋 ?9 月とかまでとか、なんかね、いろいろなんか難しかったことを言われたことがありましたけど、まあ今あんまりね気にしなくていいんで、ウサギちゃん好きな人は年中ウサギちゃんでいいと思います。はい、トンボも好きな人は年中トンボでもいいんだと思うんですけど、特に秋を感じる昆虫かなという感じはしますね。はい、こんな感じでございます。あ、なんかあんま難しいことは考えんで、なんだろうね、見た目、イメージで涼しくなりゃ安いもんじゃんっていう感じですかね。な感じです。まあとにかくその高級な着物を売っているお店でも浴衣っていうのは大概販売されます、夏場限定で。でそこで買う買わないではなくって、唯一着物の反物、そういう木綿系綿麻系っていうのを触れるチャンスですので、それは別にね着物の綿麻と刺して変わらないので、まあ型染めだっていう感だけかな、基本的に違うなっていうのはね。ぜひ触ってみてどういう生地なんだろうってね、まだ触ったことない方は、木綿の着物触ったことない方も、浴衣のちょっとごっつい生地を触ってちょっと想像してみたらいいのかなとも気もしますね。別に綿の生地なんで一緒だと思います。まあ一緒って言ったら雑なんですけど、木綿は木綿っていうことでちょっとイメージをつけてみたらいいかなと思いますね。あとはその勾配織とかいろいろ織があるので、シジラとかも、シジラって言っても淡シジラと浜松シジラは全然違いますし、脂肪を立たせる商品で、おじやチヂミ、大見チヂミとかいろんなチヂミがあるんですけど、チヂミ縮ませるやつですね、しぼ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 、それもまた全然ね、それぞれ生地の厚みとかも違うので、いろいろ触ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。で自分がどれ着てみたいかなっていうのとかいろいろ考えてみて、よくよくじっくり考えて選ぶんだったら選べばいいんじゃないかなと思いますし、もしプレタでねサイズが合うんでしたらプレタから入るのも良しだと思います。うん、一番手っ取り早いですね。私はもうプレタだとね、このおはしょりがスカートみたいになっちゃうので全然無理だったんですけど、今はそんな長いプレタないのかな。昔のプレタって本当にひどかったんでびっくりするぐらい長いのあったんで、こんな背高い人いるっていうぐらい長いのあったんで、うん、今また違うのかもしれないですけど、結構大きめですね、浴衣のプレタっていうのは。まあ、あと大体が浴衣のプレターっていうのは生地をね縮ませないでそのまま縫製してるので、逆に洋服の生地とかだったら縮まないんだけど、下手に着物の生地使ってるとぐるぐるぐるっと縮んだりとかもいろいろあるので、まあ試しでっていうのでやってみるもよし、またリサイクルでちゃんともう何回も着込んでる、例えば絞りとかね、そういうのとかもすっかり洗い込んでクタッとなってるのがリサイクルでお安くなってたりすると、そういうのから入ると非常にねお風呂は着やすいっていうのはあるんですけど、とても失敗せずに着れて楽しいのではないかなと思いますね。うん、その方が本当は価値があるかなっていう気がしますけどね。いろいろ出てますので、まあ、実際触ってみてゆっくり決められるといいかと思いますね。今初めて着物好きだな、着物着たいなで初めての夏の方は、今年がね何着よう、着るもの浴衣一つしかないだったら、その一つの浴衣をいっぱい着ればいいと思います。それで長襦袢から揃えるのもよし、私やっぱり夏はまだいいやって言ったら冬に重点を置くもよし、そこら辺はもう本当に
自由に決めるのがいいかなと思いますね。で、自分が何が欲しいかっていうのをしっかり見極めてから、どういうふうに仕立てて欲しいかっていうのも見極めてからお仕立てをお願いする、おあつらをお願いするのがいいと思います。いいなってバカバカ買うもんじゃないんで、着物ってある程度もう何年結構前からリサーチしてて買うっていうのが一番なんだろうな、長く飽きないかな。うん、ご利用は計画的にじゃないですけど、着物ってね、場所を取るのでバカバカ買うものではないと思うんですよね。うん、例えば羽織とかも、私多分これ以上増やす予定はなくて、まあなんでかっていうと羽織を収納する場所がもう満パンっていうのもあって、これ以上増やすとちょっとなっていうのがあったりとか、まあ、もしもう一個揃えるとしたら無地感のものかなとか、でもそれだったらコートで代用できるかなとか、自分の中でいろいろこうなんていうのかな、イメージをつけて、それが必要かどうか考えてるっていう感じですね。まあパッといいなと思って買うっていうのは、本当にウールとか綿とかでリサイクルで出会ってサイズがぴったりで柄が可愛いなとかっていうのだったら、あんま考えずに、わあ可愛い、この時の出会いだわと思って買ったりとかね、ペラ帯とかね、半幅のね可愛い帯とかだったら、あ可愛い、買うっていうのはね、すごいそこは即決で決まるんですけど、おあつらえをする着物とか、おあつらえを考えるような羽織とか、そういうのに関してはもうかなりなんていうのかな、計画的に頭の中にもうすでにずっと片隅にあって、やっぱりこれは買おうっていうのだけ買っております。はい、な感じですね。なのであんまりバカスカ買わないでいいと思いますよ。実際この浴衣に関してもね、かなり前からリサーチしてて、この柄が出た時からこのなんていうのかな、この年に買おうと思っていて、まあ、前の年からリサーチしてて、チェックはしてたんですけれども、いいないいなと思ってて、で年が明けて新柄が出た時に、わあ可愛いな、本当はこの柄がいいなっていうやつは全然似合わなかったんですけど、でもこっちもいいなとかって、やっぱり実際見てみて当ててみて、あこれがいいなとかっていうのがあるんですよね。それで決めたものなので、行ってすぐ買うっていう感じではなかったですね。基本的にそうですね。だこの間の京都の旅行も、お客さんとして実際買い物を楽しめるなと思って行ったのは、ワムーさん、うん、だけなんですよ。実際宇治だけだったんですよね。他は本当になんていうのかな、みんなが見れない分ちゃんとお伝えできたらなと思って、そんななんかみんなの代表で、ちゃんとお店の中とか商品をお見せできたらなって思ってお伝えするために行ったので、自分の買い物を楽しむためには一切行ってなかったので、何も買わなかったんですよね。もちろん藤井しぼりさんでも買ってないし、おちこち屋さんでもお買い物できなかったんですよね。なんかね、やっぱりそういうスイッチが入らないと、なんていうのかな、自分が欲しいものとして見れないというか、自分の買い物のために行くんだったらもっと無言になりますね。もっと真剣に集中してみますね。なのでいろいろね、こう説明を受けながらざっくり見るっていうのは、本当に皆様にお伝えするためにお見せしたかったなと思って行った感じでした。はい、なんで あんまりそんなにね、買ってないんですよ。残念ながら。そうですね。でも本当に素敵になものが多くて、どのお店もいつか欲しいなっていうスイッチが入るものがやっぱりあるので、ずっと忘れなかったらきっと買いに行くことになると思います。そうすると買いに行くことの動画になりますね。うん、そんな感じですね。なかなか、なんだろうな、うん、
私も YouTube を配信してだいぶ子さんのものになるので、最初の頃は本当にお出かけで自分が買い物するときに一緒に撮れればいいかなぐらいな感じだったんですよね。で、ちょっと自分が買い物するところを撮っていいですかみたいな感じだったんですけれども、まあ、いつの頃からかだいぶ子さんになってしまいまして、で、皆さんも見てくださっているっていうのもあって、紹介をしたいので撮影をさせてもらえますかっていうお願いがしやすくなったっていうのもあって、自分がねお買い物に行くから撮らせてくださいとかそういうのではなくなったんですよね。なので今回本当に集中して説明も聞けたり撮れたりという感じでしたね。まあ、それは多分ね本当にコロナの影響もでかかったかなと思いますね。行けない方に伝えたいお店があるっていう思いが強くあって、それでっていう感じでしたね。ワムーさんも本当にね時間があったのでしっかり、商品説明の撮る動画と一回お食事を挟んで自分たちが買うっていうのと2つこうなんていうのかな気持ちを切り替えてやってました。本当に楽しかったですね。やっぱ女性なんでねお買い物好きなんでね、でしかもねやっぱり雑貨ってさ雑貨って家族と買いに行くもんじゃないよね。まあ、私は女の子のお母さんじゃないので特に子供との買い物っていうのも楽しくないので全くほぼしないんですけど男の子なのでなんでなんていうのかなそういう和雑貨って特にさこれもいいよねあれもいいよねとかってさこうわちゃわちゃ言いながら買うのが楽しいじゃない。もうそれ着物友達最高って感じでしたね。本当にねホタルママさんとユウコさんとねわちゃわちゃしながらね素敵ね素敵ねって言って買ったのがねめっちゃ楽しかったですね。和雑貨は友達と行けっていう感じですね。はいな感じでございました。楽しかったです。もしね女の子がいたら一緒にそう楽しめたのかなとかっていうのはたまにふと妄想することがあるんですけど全然自分が女の子の母親を経験したことがないので全く想像ができないんですけどね。いつの日かお嫁さんが来たらできたら嬉しいかなとは思うんですけどね。なかなかでも難しいよね嫁と姑の関係だと難しいんだろうなって思うんですけどね。仲良くはしたいと思うんですけどまだその面影すらないのでね何でしょうね夢幻の話ですね。そんな感じでございます。はい、ですねまあ京都旅行も終わったので毎日普段の今日の着物という感じなんですけどすっかり家の中でも暑いな蒸すなという本当に蒸し暑くなってきましたね。石川県の梅雨も夏も湿気がすごいんですよね。もう湿度が半端ないので今からのシーズンも湿度との戦いみたいな感じです。本当北海道の人は多分ね溶けちゃうと思う。この湿度にやられると思う。日差しもさほど強くないだけど湿度が半端ないっていうね。ま結構割に湿気のある大阪とか京都とかに住まわれてる方とかだとちょっとでもうちに住んでるとこが海の方なので小松でなのでねちょっとでもやっぱり海の方からの風が入るので涼しく感じるのかもしれないですけどやっぱね湿度のない県に住まわれてる方っていうのは相当ね北陸の夏は辛いと思います。はい、そんな感じでございます。なのでね結構サラサラとした凹凸のある、夏物の着物だと着やすいかなという感じですね。ただあまりにも縮み加工が強いものとかだとブワブワしすぎて私はちょっと気疲れしちゃうのでこの勾配とか乱勾配で十分涼しいかなという感じでございます。なので私はおじや縮みを持ってません。着物も長襦袢もおじや縮み持ってないし長襦袢はトスコハンの色襦袢
で、真夏マックスでございます。はい、それで十分っていう感じですね。はい、で、着物も今お出ししている、最近お見せしているもので、もう真夏の、あとはそうですね、サマーウールぐらいかな、今年まだお見せしてないのは。まあそれぐらいで、アイテム数は夏はどうしても少なくなりますね。ただね、毎日毎回着るとすぐ洗うので、洗って干して畳むっていうのの繰り返しをしておりますね、夏は。はい、そんな感じでございます。ちょっと洗う回数が増えるよね。なんでね、ちょっとシワじゃない着物を着ることになりますね。一回ちゃんと畳んでしまって着るって感じなんでね。はい、こんな感じでございます。はい、まあ皆さんもね、いろんな夏着物の、なんていうのかな、考え方あります。あまり窮屈にならずに、着たい時に浴衣は楽しめばいいし、着たい時に着物着ればいいと思いますので、楽しんで夏を過ごしてください。ちょっとでも不愉快な、暑くてね、不愉快な季節なんでね、ちょっと家の中でだけでもね、着物着たり浴衣着たりしたら楽しいんなら着た方がいいと思うな。はい、こんな感じでございます。はい、それでは皆様良い一日を。